クイズどういうの近畿大学。7月26日日曜日15時15分より学びズムチャンネルで近大オープンキャンパスをライブ配信。みんな見てね。今日も思ってた通りにいかへんかったな、今日も思ってた通りにいかへんかったなっていうのが続くと、どんどんメンタルが弱まって、入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。学びズムの今井です。はい、矢田です。こんにちは。さあ本日の質問です。はい、夏休みをどう過ごせばいいのかを教えてくださいというふうなご質問ですね。悩ましいですね。短くなりましたからね。そうですね、はい、学校によって1週間のところもあれば1ヶ月のところもあれば、まさかの4日しかないとかね、そういうところもありますけど、人それぞれ期間が違うんで何とも言えないですけど、ざっくり1週間以内の人と2週間以上ある人っていう風なところでちょっと区切ろうかなと。で、1週間の人は正直普段とめちゃめちゃ大きく変わった勉強でそんな大きくできないと思うんですよ。それこそ学校の課題だって何かしら宿題出されるに決まってるし、それを1週間の間で消化しつつ普段の勉強量も少しペース上げてやりつつってなって、残された時間は全て絶対に費やしてほしいものがあって、それが過去問です。もうこれはもうずっといろんな動画でも言ってきてるんやけど、夏に自分の志望校の過去問を一回解いてみて、ちゃんと赤本買ってで一回解いてみて、今の自分との距離を考えた時に今の自分でこれが足りてない、例えば英語長文で英文解釈それなりにやってきたつもりでもう長文演習ばっかりやってたけど、残念ながら結局分析した結果自分はもう精読がもう問題なんだと、もう読み方とかそんなんじゃないんだと、もう訳せてないことが何より問題だっていうのが分かったら、じゃあその1週間空けたところから例えば英文解釈の教材を1個増やしたりだとか、文構造の解説が丁寧に書かれてる参考書、例えばハイパートレーニングとかスピード英語長文とかレベル別英語長文のレベルちょっとその過去問よりも1個下ぐらいのランクでやって、文構造の解説をしっかり読みながら編集を進めていくみたいに、絶対に軌道修正を夏休み、まあ夏休みって言えるのかも分かんないですけど、1週間の休みが終わった後からの勉強計画の修正を必ず行ってください。で、2週間以上ある人はね、ちょっとぜひ僕が現役の時にやってて、ずっと僕のコンサル言ったら1週間2回面談あるじゃないですか、あの時に僕全生徒とこれやるんですけど、はい、まず夏休みに絶対にこれだけは達成すると決めた目標を1個だけ作ってもらうんですよね。はい、1個だけ作ってもらいますよ、はいはい、僕とかやったら部活7月末に対して8月ですよ、はい、もう8月から夏休み本番始まって、はい、この夏休み期間絶対に12時に4時起きも絶対もうこれ繰り返して、はい、誰よりも勉強して、はい、今までの部活でやってもってたの遅れをもう全部取り返すってもう決めて、ここにさ、はいはい、それバーンってやってめっちゃ自信にもつながったし、もちろん結果もついてきてくれてっていう風になったんですよね、はいはい、うん、でやっぱりなんか人間誰しも何かしら目標を掲げて達成できたらテンションって上がるじゃないですか、うん、でそれが過去問の点数で8割取るとか7割取るとかは難しいんですよ、うん、だ正直そんだけ取れとったら今受かるしっていう話で、うん、だからそういう点数というよりかは何かしら自分の行動でなせるもの、うん、自分の気持ち次第で何とでもなるものを目標一つ設定してほしいんですよね。わかるな、それわかるわ。1日何時間勉強するとかでもいいし、うん、例えば時々やるのはやっぱり僕との何か約束がいいから、じゃあ3週間後とか2週間後にこの教材のこの部分テストをするから、この部分口頭で聞くから全部ちゃんと暗記してきてやみたいな、はい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 、それ達成できたらこれ夏の収穫でかいよねみたいな話をしたりだとか、やっぱそういう風な自分がしっかりやれれば達成できる目標をやって、で2週間以上あったら、2週間それやったら絶対もうそれが習慣化するんですよ、人間って、うんうん、だから習慣化してくれたら、じゃあそれやった後、つまり夏休み明けに、じゃあ今までと同じテンションでモチベーションで勉強ができたりするから、何かしら自分の行動で達成できる目標を一つ立てて、それを絶対に達成しましょう、やり続けましょう。だからそういう風なところをまあ意識して、期間の長さに分けてやってもらえたらいいんじゃないかなという風に僕はいつもアドバイスをするんですが、矢沢先生的に今年の夏休みっていう風なところですけど、何かありますか？今井の話はめちゃめちゃその通りだなと思っていて、はい、この夏の時期ってこう打ちひしがれるタイミングでもあるじゃないですか、
この過去問と向き合ったりとかして、結局今まで勉強してきたはずなのにこんなにまだできてへんのっていう風に思うタイミングなわけですよ。でできてないのかっていうのと向き合う中で自信がなくなっていって、どんどん悪い方向に行っちゃう子もいるんですけど、今言ったみたいに勉強のことだけじゃなくて、もう頑張ったら、もう言ったら12時寝、ね、4時起きって勉強の質とは全然関係ないところではあるけど、それを達成することによって過去問で結果はまだ出てないけど俺は自分との約束を守れる人間だというメンタル的なところはめちゃめちゃ、いい状態になるから、それはぜひ実践してほしいなっていうふうに思うんです。僕の意見なんですけど、これ、はい、やらないでほしいことを言いたいんですけど、はい、やっぱり時間でスケジュールは組まないでほしいっていうふうに思いますね。これもう何度も受験トークで言ってるから見てた子は知ってるんだけど、ね、真面目すぎて1週間のスケジュールと時間のスケジュール入れて、そのやるべきことをバーって書き出して、この時間にはこれする、この時間にはこれする、この時間にはこれするっていう風にする子がいるんですよ。もちろんそのうちの塾生の中でも本当にそこまでしてあげないとできない子に関してはそういうフォローをしたりするんですけど、あまり推奨はしてない、万人に推奨はしてなくて、これをすると、ね、どういうことが起こるかというと、その通りにいかなかった時1日めちゃくちゃ消化不良みたいな感じで寝るのはダメなんですよ、なんか、あ、今日もなんか思ってた通りにいかへんかったな、今日も思ってた通りにいかへんかったな、今日も思ってた通りにいかへんかったなっていうのが続くと、どんどんメンタルが弱まっていって勉強量が減っていったりしちゃうんですね。質も下がっていっちゃうんで、それだったら自分で決めたことができないんだったらもうちょっとばっくり決めて、例えば午前中英語やろうとか午後から現代文やろうとかっていう、そういうのは全然いいです。であとはタスクでバーって洗っといて、今はじゃあ英語の時間やからまず英語の優先順位高いものからやっていこうっていうぐらいの計画にしてほしいなと。もう細かく時間でびっちり英語英単語200個何時から何時までに覚えるみたいなしたら、もう本当に傷ついていく一方なん で、それはね、あと半年ぐらいしかないですけど、その半年持たなくなっちゃうから、絶対に約束を守れるレベルで自分の日々の計画は組んでほしいなというふうに思います。マナビズム、オンライン夏季特別講習実施中。自習コンサルと映像授業がついて25,000円、詳細は LINE に登録後、こちらのボタンをクリック。そのとこですかね。ちょっと僕の夏休みにやってたことをちょっと具体例として何個か紹介しておこうかなと思うんですけど、まあ基本はね、やっぱり僕も学び済せやったんで、矢沢先生に今こういう風にしやみたいなのを言われて、分かりました言ってバーってやってたことではあるんですけど、まず一つ目は、仮に時間で計画を決めたいならという前提で、僕は決めてなかったんですけど、集団授業まだやってた時期やったんで、その集団授業で矢沢先生から教わったこととして、絶対に遊びの時間、つまり余白の時間を1時間は最低でも作っときなさいと。何かあった時にそこで補填する、20分終わったなっていう風にできるから、絶対に1時間の余白は作っておくこと、ただそれは休憩にはしない、終わった時にこれをプラスアルファでするっていうところまで決めといて、その1時間すらもうそこにあてがってちゃんと勉強するようにっていうのが僕が教えてもらったことで、これはもう今もずっと生徒に伝えてることです、っていうのが1点と、もう1つがこれ遊び感覚でやっとったんですけど、僕自分ができてるなっていう感覚やったりだとか、あ、今日も1日やれたなっていう感覚をずっと持ち続けないと、ちょっと心もたん弱い人間やったというか、そうですだから、うわ、めっちゃ今日勉強したやんって思いたかったんですよ、と同時に、これも早終わらせたらもうゲームでも何でもしていいっていう感覚で、もうブワーってやりたい人やったんで、いつも夜にその日の成果報告を自分で自分にするみたいなんで、これ今回ここからここまで進んで、その中で学びはこれやったなって40分か30分ぐらい全部使って1個ずつ明日これ意識しようみたいなのをバーって書き出したりとか、これが問題やったなっていうのをやって、で次の日にもうこんだけ勉強するっていうのをバーンってもう積んで寝るんですよ。で起きて自分の右側から上から取ってって、よしこれ意識しようバーってやって、1個終わったら左に置いて取って、こうやってバーってやって、こうだんだんこうなっていく。で、あと1個まだ10時かみたいなこれ終わったらもうゲームやみたいなのそのもう遊び感覚でね、もう僕はそういうのがめっちゃテンション上がる人やったんで、それを真似しろとは言わないけど、その僕が夜にやってたルーティーンはこれぜひみんなに真似してほしいんですよね。やっぱりね、夏って勉強してる自分に酔うのは良くないことなんだけど、ちゃんと自分が今日こういうことを学んだ、今日これだけの成果が上がったっていうの
のをちゃんと感じないと僕は気持ち持たない人の方が多いと思うんですよ。いや多いと思いますよ。そうなんですよ。うちやったらあの自習コンサルティングって1週間に1回の面談があるんで、その中で今週もよう頑張ってきたなって僕らももちろん褒めてあげますし、うんうん、実際生徒もよく頑張ってるんで、うん、やった褒められた頑張ろうみたいな感じでいけるんですけど、うん、独学とかでやっていくってなったら自分で自分を鼓舞できるようにならなあかんじゃないですか、うんうん、だからそういう風になった時って自分の成果がどれだけあって、じゃあ明日これ意識したら今日のマイナスはプラスに変わっていくっていう風なビジョンやったりだとか、うんうん、そういうのを持つことによってすごくテンションが上がってくる、幼稚な言い方かもしれんけどすごくテンションが上がってくるので、今言ったそのなんか一日とりあえずがむしゃらに過ぎて、はい、寝て起きてまたがむしゃらに、もうもちろん頑張ってるんやけど、それだけやと結果が出なかった時に、仮にね何かしら頑張っても結果が出なかった時にやっぱりこれができへんかって日々分析してる人やったら感じるよ、まだ治らへんなって。結果じゃなくて中身を見れる人になる。やけどがむしゃらに頑張ってる人って何か自分が傷つく結果が出た時って大体こんなにやったのになんで出えへんのって思うんですよ。だから感情に走るのと点数に走るのとやっぱ中身に走るっていう風なところの差が大きく出てくるんで、この夏はぜひ自分がもう一日一日これやった、その中で得たものはこれ、ミスったものはこれ、じゃあ次これ修正するために明日帳簿やるときはこんなことしよう、明日の復習ではこんなことを意識しようっていう風に全部決めてしまって、で矢沢先生が言ってたように時間で決めるよりかはじゃあ今日はこれだけやろうっていう風にパチッと決めて、でババーっと消化していくっていう風に進めていけば、結構ねそれでテンション上がってくれる生徒はたくさん今まで見てきてるので、ぜひ真似してやってもらいたいなという風に思います。僕もですね、あのいいですか、はい、全然いいですよ。基本的に自分のスケジュールは Google カレンダーと Google タスク、はい、まあ、あの Google についてるやつで管理してるんですけど、タスクも基本的に大タスクと小タスクって決めれたりするんですけど、今日やることを絶対改めて書き出しますもん、やってますね。付箋でも紙でも何でもいいんですけど、書き出して、はい、じゃあこれからやろう、わー終わった、ガシャ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 、これが気持ちいいんですよ。そうですね、間違いない。やらなあかんこと1個終わった、今で言う本が終わって1個こっちに積み上がっていく感覚、この時によしやったなっていう、それで科学者じゃないから分からへんけど多分脳でいい物質が出てるはずない。間違いない、アドレナリンは出てるはずないやと思うよね。だからそういう、まあ、ちょっとした工夫やけど勉強法のことではないけど、その達成感を得るっていうところでさまざまな工夫の仕方があると思うんで、ぜひ実践してみてもらったらなと思います。はい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。この動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。マナビズム公式 LINE では大学別対策の e-book や映像授業を無料プレゼントしているので、概要欄からぜひ登録してください。